どうも、バーンです。今日はですね、これを修理していこうと思います。これ皆さん何やと思われます？これ。これはですね、栓抜きと、こっちが栓抜きか。栓抜きと缶切りが合体したキッチン用品ですね。またしてもキッチン用品ですね。で、もともとどういうことになってたかというと、ここのところにプラスチックの、白い部分があるじゃないですか。これがこうなってて、こういうふうに絵があったんですよ。ところがですね、例によってプラスチック破断ですね。プラスチックがバキッとなってしまったということですね。で、さてこれをどう修理するかといったところですね。で、このプラスチックの部分をもうどうしようかなというところなんですけど、ちょっととりあえずこれ、ちょっとプラスチックのね、これを外してみましょうか。外れんのか。外れたわ。おー。で、こっちも、じゃあ、外れるのかな？あ、外れた。おぉ！なるほど。なるほど、なるほど。ということは、一つの案として、このリベットをまず取って、で、缶切りは缶切りで、金属なり、木なりの絵をつけて、で、使うと。あ、これいいんちゃう？この、もう木の棒みたいなのをここにこうやって、で、あとはネジ止めすればいいだけやん。で、こっちが斜めってるんですよね。で、栓抜きってそもそも、両方に空間がないと多分ダメなんで、ダメか？こういう風にするんで、あ、もともと、こういう風についてたんかな？絵が。ということは、木の絵をこうつけるとしても、上の方に空間がダメだな。あ、いけるやん。ナットをかませばいけますよね。ということは、これ100均かなんか、昔、だから20年以上前に買ったやつなんで、100均じゃないですよね、多分ね。普通に買ったやつだと思うんですけども、一つの道具から二つの道具が修理できてしまうという。大変珍しい修理になろうかと思いますね。そうか。もうこのプラスチックをもう、なんとかしてってのはもうやめてた方がいいですね。そうか。この、リベットが硬い。この浮いている構造を利用して、あ、無理ですね。無理やな。ここに木をかましてとか思ったんですけども、この栓抜きの部分をこう確保するにはここに空間が必要なんで、やっぱりリベットを外しましょう。よし。で、方針がだいたい固まりましたね。ただ、缶切りってこう力入れるんですよね。だから、この辺に絵があればいいのかな？え、ちゃうわ。こうだから、この辺に絵があってもいいかな？ちょっとその辺はね、角度は調節できそうですね。とりあえずリベット取っていきましょうか。で、とりあえず、工具を揃えたり、部材を揃えたりするところから始めていきましょう。一旦カット。はい、どうもです。とりあえずね、こんな端材が見つかったんですね。これ何やったかな？なんか、とりあえず端材ですね。ようこんなん取ってるなといったところですけれども、これ使えそうですよね。ちょっとここに困難があるんで、この辺でぶった切って、で、こんな風にして、穴開けして、で、取っ手の部分を作って、で、缶切りにはできそうですね。で、もう一個。これも同様にこの辺でぶった切って、で、栓抜きなんで、こっち側につけるということなんですが、ちょっと不細工やな。ちょっとこの辺はね、工夫が必要かもしれないですけどね。そうかもここでも、ネジ止めしてっていう風にするかもしれないですけれどもね。ちょっととりあえず切って、で、部品、あともうちょっとあれいりますね。ネジとか、タップ、ビスとかがいりますね。その辺ちょっとかき集めてきます。とりあえず切るか。はい、どうもです。そうしましたらね。ちょっと切断するシーンとかはちょっと屋外で、撮影をちょっとズボラこきました。グラインダーでここをね、研磨したら、
ここがちょうどね、黒くなったんですよ。まあだから、塗装とかしなくても、まあこのままでいいかな、というふうに思いました。こんな感じでね、まあ焦げになっちゃった。いい感じに焦げてくれましたね。やっぱり、食器として使うものなんでね、あんまりね、有機溶剤とかで塗装とかあんましたくないんでね、これでいいかなと。で、ちょっとこれね、分解していきます。軽くグラインダーでね、この辺、研磨じゃないや、取れるようにしておいたんですけど、取れるかな？リベットですね。おぉ！ごめんごめん。ごめんね、ドカーンになっちゃった。よいしょ。よし、取れたね。取れた取れた。リベットはもういらないと。どっちからやっていきましょう。まずは、缶切りからやっていきましょうか。缶切りなんで、どんな感じかな。やっぱこうかな。こう。やっぱこうか。なんか不細工やな。ねえ。どうしましょうね。こうしたら、まあ、見てくれはいいですけど、これで、果たして缶が切れるんかな？ちょっと想定してみようか。例えば、まあ、こうつけましたと。で、まあ、こうしますと。まあ、これでもいいか。あ、でも、例えば、ここに、テーブルがあって、キッチンの台とかがあって、で、このくらいでない。というか、ここでいいか。うん。この角度だったらいいよね。これでこう。よし。これでつけよう。で、適切な、ネジを探す必要があるわけですね。こんなんかな。ちょっと長いか。よっしゃ、あー、違うか。ちょっと長いなぁ。あ、でもいけるか。よし、一緒や。これでこれでいっとこう。よし。まずちょっとこれ外そう。まずは、缶切り。缶切り、あれ、どの角度やったっけ。この角度やね。これで缶切りとしての機能を果たせるんじゃないでしょうか。ちょっとここダサいな。ここちょっとなんとかしたいね。まあいいや、とりあえず、後で、こすってここと一緒のように茶色くしておきましょうか。で、次は栓抜きやね。今度こそっていうかこれ栓抜き微妙に、あ、大丈夫か。栓抜き、微妙に浮かさないとダメですよね、これね。浮かして、こうなるのもあれやし、やっぱりこうしなあかんよね。ダッサ。ダサいね。こ
んな感じで、まあ、止めて、で、ちょっとここ削るかですね。ね、とりあえずやっていきましょう。ことない。どうすんのこれ。ほんまに栓抜きとしての機能はまあできるっちゃできるね、多分ね。こことここ落とそうか、せめてね。こんな風にして、でここもカットしていきましょうかね。ちょっと、一旦カット。はい、どうもです。一応ね、それはまあできましたけれどもね、一応それできたんですけども、当初の予定通りこっちが缶切りじゃなかった、こっちが栓抜きで、こっちが、缶切りですね。多分うまく使えるとは思います。ただまたしてもやってしまった誰得動画、ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。